今日顔出さない系の YouTuber だからな。うん、アイコンだけ出してるけど。そうじゃん。大丈夫。まあこれも作戦の一つで、顔出すと思わせといてね、ほぼ出さない。お母さんの手と声だ。だいたい顔出しでやってやったんですね。捕まるよ、多いからね。捕まるやつはだいたい顔出しだから、うん、顔とかね、クイズのナンバーとかね、出せたら出したらいけないやつだからね。うん、いやもう誰がどう見たってあんた犯人でしょってなるわけだ、うん、まあ盛り上がるけどうん、うん、まあ顔出さなくても捕まるやつは捕まるけど、もう逮捕される系の YouTuber だからね。誰かさんが、うん、そう自分が逮捕されるところさ、あの生中継で載せれば一番に出たのにね。でも謝罪動画、謝罪っていうか謝罪動画じゃなくて何も悪いこと、結構悪いことだって言うけど、悪いことも何も、まあ、俺もスピード違反で捕まえたところ自分で乗せてるっけ。うん、開き直ってね。大丈夫、ちゃんと罰金を払ったから大丈夫だ。罰金で済むから。はい、考えてやる。そこまでね、やばい違反じゃなかったからね。ちょっと10キロくらい過ぎてたかなみたいな。うん、警察も何もそんな止めなくてもいいのになみたいな。ちょっと多めに見てくれてもいいのに。悪いことやっぱやってるから。おぐちゃぐちゃだ。じゃ、少し後ろ向くな。少しくぐれ。大丈夫か。寒いか余計痛いんだろうな。あ、温めると若干痛みが低いような気がする。まだ4分ぐらい。結構変な音してる。うん、